ちは、さやまこです。いつもご覧いただきありがとうございます。今回はラッフィーフレンズのジェラトーニくんを可愛い卵型にアレンジしていきたいと思います。それでは始めていきましょう。はい、それではまずはじめに今回使っていく材料をご紹介していきたいと思います。まずは毎度おなじみのこちらの卵型のベースになります。今回も浜中さんのニードルわたわたを使ってあらかじめ準備しておきました。こちらの作り方は以前の動画で詳しくご紹介しています。ぜひそちらを参考に作ってみてください。続いて色付けやパーツに使うカラーの羊毛です。今回ジェラトーニくんの帽子にはこんな感じの色味を使っていくんですが、手元にこういう色がなかったので、こちらの緑と水色の羊毛を1対1ぐらいの割合で混ぜ合わせてこんな感じの色味を作ってみました。こちらもぜひ参考にしてみてください。そして5ミリサイズの刺し目とそれを固定するボンド、待ち針とこちらのチャコペンもあると便利かと思います。今回はこのような材料で進めていきたいと思います。はい、今回はこんな感じの完成を目指して作っていこうと思います。まずはじめにこちらの体の色を卵型全体に色付けしていきます。こんな感じで少しずつ取りながらしっかりとほぐして、卵型の上の方からムラのないように色付けをしていきたいと思います。はい、こんな感じでざっくりとまず一塊分がつけられたので、同じようにほぐした羊毛を少しずつこんな感じでのせて全体的に色をつけていきたいと思います。はい、ムラのない色付けのコツはこの最初に刺した塊の端っこ、どうしてもここが薄くなってしまうので、次につける塊のこの薄い部分とこちらの先につけた薄い部分を重ね合わせるようにこんな感じで置いて差し付けていくと、全体的に均一な厚さで色付けをすることができます。はい、まずはこんな感じで全体的に色をのせてみました。まだまだこんな感じで表面がふわふわボコボコしているので、こちらをさらに3本ニードルで細かく差し付けながら表面を滑らかに整えていきたいと思います。はい、こんな感じで全体的に滑らかに表面が整いました。続いて鼻周りのパーツを作っていきたいと思います。はい、白い羊毛をでき量を取ったらこちらをほぐして小さな楕円の形に丸めていきます。はい、こんな感じで大体まとまったらこちらをマットに置いて、まずは裏と表を差し付けて固定していきます。はい、こんな感じで大体形ができたら指に挟んだ状態で側面の部分もしっかりと固めていきます。はい、こんな感じである程度形ができたら、ここからさらに薄く取った羊毛を上から巻いて、こちらを小刻みに刺していくことで表面を滑らかに整えていきます。はい、こんな感じで鼻周りのパーツができました。続いて耳のパーツを作っていきたいと思います。はい、耳は白の羊毛を適量取ってほぐしていきます。こちらを三角形になるようにこんな感じで折りたたんでいきます。こんな感じで本体の卵型にあてがってバランスを見てみるといいかなと思います。だいたいサイズが決まったらマットに置いて、まずは表側と裏側も差し付けて固定していきます。周りから折り込みながらこちらの三角形の形を整えていきます。はい、こんな感じで全体的に差し付けられたら、薄く羊毛をまた巻いてさらに差し付けて表面を整えていきます。このパーツを作る際、下の部分はこんな感じで卵型に接する部分になるので固めずにふわふわのまま残しておきます。はい、こんな感じで耳の形ができました。続いてこちらの耳の中にピンクの羊毛で色をつけていきます。まずピンクの羊毛を軽くほぐしたら、一箇所をこんな感じでねじって角を作っておきます。はい、こんな感じで一箇所尖ったら、この尖らせた方を耳の上の方にあてがってこんな感じで差し付けていきたいと思います。このとんがりを利用して耳の形に合わせた色付けをしていくのはとてもやりやすいのでおすすめです。はい、こんな感じで色付けができました。このようにしてもう一つの耳も作っていきたいと思います。はい、こんな感じで耳のパーツが2つできました。続いて帽子のパーツを作っていきたいと思います。
はい、2色を混ぜ合わせた羊毛を適量取って軽くほぐしたらベレー帽のような円盤型に整えていきます。ジェラトニ君の帽子少し小さめな感じなので、この卵型にあてがってバランスを見ながらサイズを決めてみるといいかと思います。はい、大体のサイズが決まったらこちらをマットの上で固定していきます。はい、こんな感じで側面を刺した後にマットに置いてこの角の部分を丸く整えてあげるとよりベレー帽に近い形ができるかなと思います。この真ん中につける小さなパーツを次に作っていきます。はい、帽子と同じ色をほんの少しだけ取って指先でくるくるっと小さな棒状にまとめていきます。ちょうどこの真ん中に印をつけて今作ったパーツのこのふわふわの部分を帽子に向かって差し付けていきます。はい、こんな感じで帽子が出来上がりました。続いて尻尾のパーツを作っていきたいと思います。はい、尻尾を作るときはこんな感じで適量取った羊毛を軽くほぐして細長くまとめていきます。実際のジェラトーニ君はかなり尻尾が長いんですが、今回は卵型に作りやすくデフォルメしているのでこの青い尻尾の部分だけで長さにしてだいたい2センチちょっとぐらいの長さで作っていこうと思います。こんな感じで細くまとめられたらマットに置いて指に挟んだまま細長いパーツに仕上げていきます。はい、そして片方は接続部分になるのでふわふわのまま、尻尾の先になる方はこんな感じで折りたたんでこちらもしっかりと固めていきたいと思います。はい、こんな感じで 2.5 センチいかないぐらいの細長いパーツができました。続いてこちらの尻尾のパーツの先の部分に白い毛を植毛していきます。はい、植毛と聞くと一見難しいイメージがあるんですが、今回の植毛はこんな感じで少し取った白い羊毛を束にして少しこんな感じでねじります。で、ねじった部分を今作った尻尾のパーツの先端にあてがってこのラインの部分を差し付けていきます。はい、こんな感じで白い羊毛の一部をこの尻尾のパーツに埋め込んでいくような感じですね。こんな感じで入ったらこの白い羊毛をまっすぐ整えてこの先の部分を少しねじって軽くニードルで形を整えます。はい、こんな感じで先の方までまとまったらこれを筆の先のような形になるようにハサミでカットしていきます。はい、こんな感じで尻尾の形ができました。続いてこちらの卵型に目の周りの白い模様をつけていきたいと思います。はい、お顔の模様をつけるときはまずこちらの先ほど作った鼻周りのパーツを目安に下絵を描いていきます。はい、こんな感じで模様のラインが描けました。続いてこちらの今描いたラインの内側に白い羊毛を差し付けていきます。はい、こちらの鼻周りのパーツは一旦外して置いておきます。はい、白い羊毛をほぐして丸く整えたら今つけたこちらのラインの中央に置いてこちらを差し付けていきます。この周りがくっきりいかないなっていう時はこんな感じで少量の羊毛を足して周りにこんな感じで付け足していくイメージで色をつけていきます。はい、こんな感じで片方の模様がつきました。同じように反対側の模様もつけていきたいと思います。はい、こんな感じで両方の目の模様が入りました。続いてこちらの鼻周りのパーツをつけていきたいと思います。はい、まずは場所を決めてずれないように仮止めしておきます。こんな感じで場所が決まったらこのパーツの周り根元のところを斜め45度ぐらいの角度でこんな感じにぐるっと一周差し付けていきます。はい、周りが一周ぐるっと差し付けられたらこのパーツの上からも数回形を整えながら差し付けていきます。はい、こんな感じでしっかりとパーツがくっついたら続いて鼻をつける部分をへこませていきます。はい、こんな感じで鼻のパーツをつける部分をへこませてみました。はい、そして材料紹介の時ご紹介するのを忘れていたんですが、この焦げ茶色の羊毛を使ってこの鼻の下に伸びるラインをつけていきたいと思います。はい、焦げ茶色の羊毛ほんの少しを
こんな感じで細い糸状にします。今つけたへこみのところにこの糸状にした羊毛の先をしっかりと差し込んでいきます。はい、こんな感じでしっかりと入ったら、こちらを指でねじって真下に向かって押さえて、このライン状を差し付けていきます。ラインの付け方は以前の動画で詳しくご紹介していますので、そちらも合わせて参考にしてみてください。余分な羊毛はハサミでカット、カットした部分はしっかりとパーツに入れ込んで始末していきます。はい、こんな感じで鼻の下の線がつきました。続いてこちらのピンクの羊毛で鼻のパーツを作っていきます。ピンクの羊毛をほんの少し取ったら、指先で粒状にまとめていきます。はい、こんな感じにまとまったら、先ほどつけたこのへこみの部分に逆三角形になるようなイメージで鼻をつけていきます。この羊毛の周りから形を整えながら、ゆっくりとパーツをつけてみてください。はい、こんな感じで鼻がつきました。続いて刺し目をつけていきたいと思います。はい、刺し目はこのイラストの通り、鼻周りのパーツのすぐ隣あたりにつけていきたいと思うので、刺し目をつける場所を少しへこませておきます。こうすることで奥目になって、そのままつけるよりも可愛く仕上がります。はい、こんな感じでへこんだら、今へこませた部分を目打ちでしっかりと穴を開けていきます。はい、そしたら一旦ここに刺し目を差し込んでみます。反対側も、はい、こんな感じで可愛く入りました。場所もこれで良さそうなので、ボンドで固定していきたいと思います。先に少しだけボンドをつけて穴に戻していきます。はい、こんな感じで可愛いお顔ができました。続いてこの鼻周りの下の部分に白い植毛をしていきます。はい、ジェラトーニくんはこんな感じで、胸元にこんな感じの飾り毛が生えています。そちらをふわふわに可愛く再現していきたいので、こんな感じで束で取った羊毛を、端から 3,4 センチぐらいのところで一旦カットしていきます。はい、こんな感じで羊毛の束をカットしたら、ちょっと量を調節して、ちょっと分かりやすく今ここにラインを引いてみたんですが、ここに当てがってこの部分を差し付けていきます。ニードルを少し寝かせ気味にしながら、小刻みにニードルをスライドさせるように、こんな感じで差し付けていきます。この植毛する毛の上と下の部分を押さえながら差してあげた方が綺麗に入るかと思います。はい、横から見るとこんな感じで、このへこんだ部分を今一列差し付けました。はい、そしたらこの差し付けた毛の上に向いている部分をすべて下に向かってパタンと倒します。はい、そしたらこの毛を寝かせて押さえたまま、もう一度今刺したところのすぐ下の部分、この辺、このラインをもう一度上から小刻みに刺し付けていきます。こう上をこうやって刺してあげることで、この浮いてる毛を落ち着かせてあげるようなイメージですね。はい、こんな感じで全ての毛が下向きに植毛されました。そしたらこちらをこのイラストのように今度は形を整えていきたいと思います。周りの毛を少しこんな感じで中に入れ込むようにしてまとめていきます。ここあんまりぐさぐさ刺してしまうとふんわりした毛が寝てしまうので、端っこの毛を整えるぐらいで大丈夫です。はい、こんな感じになったら、少しここが V の字になるようなイメージでカットしていきます。端と端をカットします。あとはイラストのようになるように毛をカットして整えていきましょう。はい、こんな感じでちょっと丸くカットしてみました。はい、こんな感じで胸元の毛が完成しました。続いて耳のパーツをつけていきたいと思います。はい、まずは耳をつける位置を決めていきます。前から見た時と真上から見た時にズレがないかどうかを確認しながら、一旦待ち針で仮止めしておきます。はい、こんな感じで場所が決まったら、一本針でこの根元の部分を本体に向かってぐるーっと一周差し付けていきます。はい、こんな感じで左側の耳がしっかりとつきました。同じようにこちらの耳も差し付けていきたいと思います。はい、こんな感じで両方のお耳がしっかりとつきました。続いてこのお尻に尻尾をつけていきたいと思います。はい、尻尾をつけるときはこの正面から見たときに、左右どちらからでもいいんですが、こんな感じでチラッと見えるぐらいが可愛いかなと思うので、場所はこんな感じで正面から決めていった方がいいかなと思います。こんな感じでつけていこうと思うので、場所的にはこの辺ですね。一旦待ち針で仮止めしておきます。
はい、そしたらまずはこの根元のふわふわの部分を本体の方に向かって差し付けていきます。はい、こんな感じでつけてみたんですが、この根元の部分、もしこの段差が気になるようであれば、短く繊維をちぎった羊毛を上から薄く差し付けていくと自然に馴染むので、こちらもお試しください。はい、こんな感じで尻尾が可愛くつきました。最後にこちらのベレー帽をつけて完成させていきたいと思います。はい、ベレー帽をつける場所、これもお好みで大丈夫です。前の方でもいいし、ちょうどこの耳の間でもいいし、少し後ろ気味にかぶっても可愛いかと思います。今回はちょうどこの耳の間にぴったり入るサイズだったので、こんな感じに真ん中につけてみようかなと思います。じゃあ待ち針で固定して、はい、この帽子の根元のこの部分、こちらを本体に向かって差し付けていきます。時々この上のところからも数回刺してあげるとしっかりとくっつくかなと思います。はい、こんな感じで卵型のジェラトーニくんが完成しました。今回尻尾だったりこの胸元にちょっとした植毛を加えることで作品にも変化が出て可愛く作れたんじゃないかなと思います。そしてこんな感じで以前の動画でご紹介したダッフィーやリーナベルちゃんと並べて飾っていただいてもとっても可愛いんじゃないかなと思います。ぜひいろんなキャラクターにチャレンジして楽しんでもらえたら嬉しいです。この動画で少しでも可愛いなと思っていただけましたら、チャンネル登録と高評価、通知音もぜひよろしくお願いします。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。